ケインズ経済学、ケインズ経済学、ケインズ経済学、A、ケージアンエコノミックスとは、ジョン・メイナード・ケインズの著書、雇用、利子及び、貨幣の一般理論を、出発点に中心に展開された計画のこと。ケインズ経済学の根幹を成しているのは、有効需要の原理である。この原理は、古典派経済学の性の法則と、相対するもので、供給量が、 需要量、投資及び消費によって制約されるというものである。これは、有効需要によって決まる現実の GDP は、古典派が唯一可能とした完全雇用における均衡 GDP を下回って均衡する不完全雇用を伴う均衡の可能性を認めたものである。このような原理から、有効需要の政策的なコントロールによって、完全雇用 GDP を達成し、 甲富の中の貧困という逆説を克服することを目的とした総需要管理政策が生まれた。これはケインズ革命と言われている。またケインズは財政規律に極めて熱心であったことも明らかになっている。ケインズ経済学では貨幣的な要因が重視されている。このことは性の法則のもとで実物的な交換を想定とした古典派とは対照的である。 不完全雇用の原因について、ケインズの一般理論では、人々が月を保するために失業が発生すると言われている。これは、歴史的な時間の流れにおける不確実性の本質的な介在によって、価値や素像手段としての貨幣に対する過大な需要が発生し、これが不完全雇用をもたらすとするケインズの洞察を示すものとして知られている。一般論として、経済モデルは、 不完全で疑わしく、その経済モデルが年単位で実体経済と乖離するようでは有用性に乏しい。また、経済モデルはその実証性を検証するのに長い月日を要する。ケインズの言葉、長期的には我々は皆死んでいるは、長期を無視するのではなくて、より優れた経済分析をすべしとの懇願でもある。ポール・クルーグマンも述べるように、 財政政策の短期的効果の度合いは、その経済状況に大きく依存する。景気が悪い時に政府が歳出削減をすれば、失業率は悪化し、長期的な経済成長も阻害され、結局は長期的な財政状況も悪くなってしまう。ケインズは大恐慌に対する解決策として、二つの方策を取り混ぜることにより、経済を刺激するよう説いた。中央銀行が、 商業銀行に貸し出す利子率を引き下げることにより政府は商業銀行に対し商業銀行自身もその顧客に対し同じことをすべきであるというシグナルを送る社会基盤への政府投資は経済に所得を注入するそれによってビジネス機会雇用需要を作り出し受給ギャップが引き起こす悪い効果を逆転させる政府は 国債の発行を通して経済から資金を借用することにより必要な支出を賄うことができる。政府支出が税収を超えるので、このことは財政赤字をもたらす。ケインズ経済学の中心的結論は、ある状況においてはいかなる児童機構も産出と雇用を完全雇用の水準に引き戻さないということである。この結論は、 均衡に向かう強い一般的傾向があるという経済学アプローチと矛盾、対立する。は、ケインズのマクロ経済概念をミクロ的基礎と統合しようとするものであるが、一般均衡の条件が成立すれば価格が調整され、結果としてこの目標が達成される。ケインズは、より広く彼の理論が一般理論であると考え、その理論では諸資源の利用率は高くも低くもなうる。 ものであると考え、新古典派総合内視新古典派は、資源の完全雇用という特殊状況にのみ焦点を当てるものとした。新しい古典派マクロ経済学の運動は、1960年代末から1970年代初めに始まり、ケインズ経済学の処理論を批判した。これに対し、ニュー・ケインジアンの経済学は、ケインズの構想をより厳密な元の上に基礎づける。 ことを試みた。ケインズに関する、ある解釈は、ケインズ政策の国際的調整、国際的経済機構の必要、及び国際調整のありようによっては、戦争にも平和にもつながり得ることに、ケインズが力点を置いたことを調べしている。大不況、世界強行時代、古典理論、新古典派のケインズ以前の理論は、大量失業の原因を実質賃金率が、 高止まりしていることに求めた。ケインズにとって、賃金率の決定はもっと複雑なものであった。第一に、使用者と労働者の間の交渉によって決められるのは、物々交換と違って、実質賃金ではなく、名目賃金である、とケインズは論じた。第二に、名目賃金の切り下げは、法律や賃金協定によって、実効性を持ちにくい。古典的理論家たちでさえ、 このような困難が存在することは認めた。そして彼らは、ケインズとは反対に、労働市場の柔軟性を回復するものとして、最低賃金法、労働組合、長期雇用契約の廃止を訴えた。しかし、ケインズにとっては、労働組合がなくても、人々は、他の人々の賃金が実際に低下し、かつ物価が一般的に低下することを見ないうちは、 名目賃金の切り下げには抵抗するに違いなかった。賃金切り下げが不況脱出の治療法となるという考えを、ケインズは退りけた。このような考えの寄ってくるところを検討し、それらがすべて誤った前提に立つことを発見した。ケインズは、また、様々な異なる状況の下で、不況時に賃金を切り下げることの帰結を考察した。ケインズは、 そのような賃金切り下げは不況を改善するどころか、かえって悪化させてしまうと結論した。さらに、もし賃金と物価が低落するなら、人々はそれらがさらに低下することを期待し始める。このことは、経済を螺旋効果させるに違いなかった。そのような場合、貨幣を持つ人々は、支出する代わりに、物価がより低下し、貨幣価値が上がるのを待つようになる。 それは景気を一層悪化させる。ケインズにとって過剰貯蓄すなわち計画された投資額を超える貯蓄は深刻な問題であり、景気交代を助長するばかりか不況そのものを引き起こす可能性を持つ。過剰貯蓄は投資が低下した時に起こる。その投資低下は、あるいは消費需要の低下のためかもしれないし、今以前の数年間の過剰投資、あるいは 景気の悲観的見込みのためかもしれない。その場合に、もし貯蓄が直ちに低下しない限り、経済は衰退する。古典理論家は、その場合、貸付資金の過剰供給によって、利子率が低下し、それによって投資が回復するだろう、と論じた古典理論家の主張の図による説明は省略。自由法人主義のこの反応に対するケインズの反応は複雑である。 第一に、利子率が低下しても、貯蓄はそれほど落ちない。なぜなら、利子率低下の所得効果と代替効果は相反する方向に作用する。第二に、工場や機械設備に対する固定投資計画は、将来の利益機会に対する長期の期待に基づくものであり、利子率が低下したとしても、それほど支出は伸びない。貯蓄と投資は、共に非弾力的である。 投資資金に対する需要、供給が非弾力的であるので、貯蓄、投資ギャップを縮めるには、大幅な利子率低下が必要である。それは時に、負の利子率を必要とするかもしれない。しかし、負の利子率は、ケインズの議論にとって、必要なものではない。第3に、ケインズは貯蓄と投資とは、利子率を決める、主要要因ではないと論じた。特に短期には、そうである。 貨幣ストックの供給と需要とが短期には利子率を決定する。過剰貯蓄に対応する素早い変化も利子率を素早く調整することにはならない。最後に、ケインズはこう示唆している。貨幣以外の財についてはキャピタルロスの恐れがあるため流動性の罠があり、ある水準以下には利子率は低下し得ない。この罠の中では利子率はあまりにも低いため、 貨幣供給量を増やしても、債権保有者は、利子率の上昇とそれに伴う債権のキャピタルロスを恐れて、貨幣つまり流動性を獲得するために権を売ってしまう。ポール・クルーグマンのような少数の経済学者は、この種の流動性の罠が1990年代の日本に蔓延していると見ている。大部分の経済学者は、名目利子率は、 ゼロ以下には落ちえないことに同意ている。しかし、シカゴ学派の経済学者たちのように少数の、経済学者は流動性の罠の概念を拒否している。たとえ流動性の罠が存在しないとしても、古典理論家に対するケインズの批判には、おそらく最重要である第四の要素がある。貯蓄は、個人の所得のすべてを使い切らないことを意味する。それは、 固定資本投資のような他の需要要因によって、釣り合いが取られない限り、産出に対して十分な需要が存在しないことを意味する。したがって、過剰貯蓄は、意図しない在庫増加や、古典経済学者が、一般的供給過剰、と呼んだ状況に対応する。売れない商品が積み上がると、企業は生産と雇用を減少させることを迫られる。そのことは、次に、 人々の所得と貯蓄等を引き下げる。ケインズにとって、所得の減少は過剰貯蓄を終わらせ、貸付資金市場が均衡を獲得することを可能に、する。利子調節が問題を解決するのではなく、景気交代が問題を解決するのである。しかし、景気交代は、企業の固定資本投資意欲を破壊する。所得が落ち、製品需要が低下すると、 工場や設備を新設しようとする要求は低下する。これが加速度効果である。これは過剰貯蓄の問題を引き起こし、不況を長期化させることになる。まとめると、ケインズにとっては、相異なる市場の過剰供給の間には、相互作用がある。例えば、労働市場の失業は過剰貯蓄を強化するし、その逆も成立する。 価格が調整されて均衡に到達するのではなく、主要な筋書きは数量調節であり、それが景気交代をもたらし、不完全雇用均衡をもたらす。古典理論家は伝統的に均衡の取れた政府財政を熱望してきた。これに対し、ケインジアンはそのような政策は基礎問題を悪化させると信じている。ケインズの考えは、金融政策とともに、 一度的に財政赤字を招いても積極的な財政支出を行えというものだった。ケインズは購買力が十分でないことが不況の原因であるというフランクリン・ルーズベルトの考えに影響を与えた。彼が大統領職にある間、ルーズベルトはケインズ経済学のいくつかの政策を採した。1937年以降、深刻な不況の中で、 財政縮小に続いて、米国経済が景気交代すると、その考えは特に強まった。しかし、多数の目には、ケインズ政策の真の成功は、第二次世界大戦の始まりに行った。大戦は、世界経済に一撃を与え、不確実性を取り払い、破壊された資本の再建を強要した。ケインジアンの考えは、大戦後、ヨーロッパでは、 社会民主党政権のほとんど公式の政策となり、1960年代には、米国においてもそうであった。日本でも、戦後、1990年代まで同様であった。ケインズの展開した理論は、積極的な政府政策が、経済運営に有効であることを示している。政府財政の不均衡を悪くと見るのでなく、ケインズは、半循環的財政政策と呼ばれるものを提唱した。 それは、景気循環の良し悪しに対抗する政策である。すなわち、国内経済が景気交代に苦しんでいるとき、あるいは景気回復が大幅に遅れているとき、あるいは失業率が長期にわたり高いときには赤字財政支出を断行し、好景気のときには増税や政府支出を切り詰めるなどして、インフレーションを抑え込むという政策である。 市場の諸力が問題を解決するには長い時間がかかるが長期には我々は死んでしまうからケインズは政府が短期に問題を解決すべきであると論じたこの考えは古典派及び新古典派経済学における財政政策の分析と対照的である財政支出による刺激は生産を活性化させることができるしかしこれら経済学にとって この刺激が副作用をしのぐものと信ずる理由はなかった。古典理論家は赤字財政が民間投資を押し出すことを恐れた。その経路は二つある。第一は財政刺激によって労働需要が増大し賃金が上昇し、それが利潤獲得を阻害すること。第二は政府部門の赤字が政府債権の総量を増大させることによる。 そうなると、債券の市場価格が低下し、利子率が高騰し、産業界が固定資本を投資する費用を割高なものにしてしまう。このように、経済を刺激しようとする努力は、それ自身を無効にするものでしかない。ケインジアンは、この点につき、次のように応答する。このような財政政策は、失業率が、自然失業率が、持続的に高い時にのみ適切である。 この場合、押し出し効果は極小にとどまる。さらに、逆に民間投資が引き込まれる可能性もある。財政刺激は企業部門の算出量を引き上げ、それが企業のキャッシュフローと採算性を引き上げ、企業部門の楽観的気分を醸し出すかもしれない。ケインズにとって、このは当該状況においては、政府と企業部門とは代替的関係ではなく、 感的関係にあることを意味した。第二に、刺激によって、総生産が引き上げられる。それによって、貯蓄総量を引き上げ、固定資本への投資を増大させるための資金調達を助ける、可能性を増大させる。最後に、政府支出は常に浪費的であるとは限らない。利益追求者によっては供給されない、公共財への政府投資は、 民間部門の成長を促進するかもしれない。言い換えれば、基礎研究や公衆衛生、教育、社会基盤などへの政府支出は長期には、潜在産出量を増大させることに貢献する。ケインズ理論においては、財政拡大が正当化されるためには、労働市場における相当な供給過剰の存在がなければならない。批判者の多くが特徴づけるのと違って、ケインズ主義は、 赤字財政支出からのみからなっているのではない。ケインズ主義は、景気循環対抗的な政策を奨励している。その一例は、需要サイドの過剰な成長がある場合には、経済を冷却し、インフレを防止するために増税し、経済が下向いている時には、雇用を刺激し賃金を安定化させるために、労働集約的な社会基盤整備に赤字支出することである。古典理論は逆に、 財政が収入超過の場合には減税し、景気後の加工期には財政支出を切り詰めたり、あまり行われないが増税せよと要求している。ケインズ経済学者は、後景期に減税を通じて、利潤や所得を増加させることや、景気加工期に財政支出削減により、経済から所得や利潤を引き上げると、景気循環を悪化させてしまうと考える。このような効果は、 政府が経済の大きな部分を占める場合には特に大きくなる。上数の概念はもともとリチャード・カーンが提案したものである。一般理論では第10章で上数について述べられるが、ケインズ自身も一般理論の第10章冒頭において上数の概念がリチャード・カーンの功績であることを認めている。 リチャード・カーンの導入した常数はもともと投資の増分と総雇用の増分について述べた雇用常数であったが、ケインズはこれを応用して総投資の増分と所得増分に関する投資常数を導入した。投資常数とは次のように導き出される。ここで国民所得の増分をデルタ Y とすると、デルタ Y は消費と投資の増分によって構成されるのでここで、 限界消費成功を C とすると、これをデルタ Y の式に代入するとこれをデルタ Y について解くとこのは常数と呼ばれる。これは相投資が増加したとき、国民所得は投資の増分の常数倍だけ増加するということを示している。イズ LM モデル自体はケインズではなくジョン・ヒックスやアルビン・ハンセンが開発したモデルである。しかし、イズ LM モデルは ケインズ経済学解釈として一つの定説をなしており、ケインズ体系を理解する上で大いに役立っている。ヒックスがイズ LM モデルを開発するにあたり、注目したのが実体経済と貨幣市場の相互作用である。ケインズの一般理論が発表された当時に主流な経済学であった古典派経済学では、貨幣市場は実体経済に影響を及ぼさないとし、 貨幣の中立性を仮定した。しかし、ケインズは、一般理論の第21章、価格の理論において、次のように述べている。また、古典派が仮定した貨幣の中立性は、批判的な意を込めて、古典派の二分法とも呼ばれる。ヒックスによるイズ LM モデルでは、財市場と貨幣市場の同時均衡に注目する。イズ曲線とは、財市場を均衡させる。 国民所得と利子率の組み合わせを示す右下がりの曲線である。財市場が均衡しているとは、財市場の均衡条件である投資イコール貯蓄が成立しているということと同値であり、伊豆曲線は投資と貯蓄が等しくなるような国民所得と利子の組み合わせを示す曲線だとも言える。なお、I と S は投資を意味する英単語インベストメントと貯蓄を意味する 英単語セービングのそれぞれの頭文字である。LM 曲線とは、貨幣市場を均衡させる国民所得と利子率の組み合わせを示す曲線である。貨幣市場が均衡しているとは、貨幣市場の均衡条件である、貨幣供給量イコール貨幣需要量が成り立っているということと同値であり、LM 曲線は、貨幣供給量と貨幣需要量が等しくなるような国民所得と、 利子率を示す曲線だとも言える。なお、L と M は流動性先行、貨幣への需要を意味するリックウィドイタプレフレンスと貨幣供給量を意味するマネーサプライのそれぞれの頭文字である。伊豆曲線上で財市場が均衡し、LM 曲線上で貨幣市場が均衡するのであるから、伊豆曲線と LM 曲線の交点では財市場と貨幣市場が 同時に均衡することになり、この均衡点における国民所得を均衡国民所得、利子率を均衡利子率という。この二つの曲線を用いて一国の経済、閉鎖経済を分析するのが、イズ LM モデルであり、財政政策、金融政策が現実の経済に与える効果を分析する際などに用いられる。なお、基本的に海外部門を考えない。 閉鎖経済を分析するイズ LM モデルを海外部門まで考慮した開放経済体系に拡張したのがマンデル・フレミングモデルである。有効需要の原理はケインズによって提唱された。ケインズによって執筆された一般理論において序論第三章の表題が有効需要の原理である。この序論第三章でケインズ自身のことでは 雇用量は総需要曲線と総供給曲線の交点において決定され、さらにこの点において事業者の利潤期待が最大化されるとし、ケインズはこの交点を有効需要と呼んだ。閉鎖経済における有効需要、あるいは総需要は民間支出、民間投資、政府支出の合計であり、可幣的支出に裏付けられた需要である。有効需要の大きさが一国の生産水準を 決定するという原理を有効需要の原理と呼ぶ。なお、有効需要イコール総需要である。ケインズ以前の古典派経済医学では、供給が自らの需要を作り出すという性の法則が理論の基礎となっていた。古典派経済学では、価格メカニズムが働くことによって、需要の小さな材の価格は下がり、需要の大きな材の価格は上がるという価格調整が、 行われることで需要と供給が一致するとされていた。それゆえ古典派経済学では一国の生産水準は供給によって決定される。これに対してケインズは賃金の下方硬直性に代表されるように市場の価格メカニズムは必ずしもいつもうまく働くわけはないと考えた。そこで市場では価格調整が行われるのではなく需要が小さな材は 生産数量が減らされ、需要が大きな財は、生産数量が増やされるという数量調整が働くと考えた。すなわち、一国の生産水準を決定するのは、需要、有効需要であるとするのが有効需要の原理であるが、このケインズによる発見は、当時のみならず現代の経済学に至るまで大きな影響を与えている。ケインズの生きた時代のイギリスでは、 経済の成熟化で国内での投資機会が希少になり、また自由な資本移動の下で資本の国外流出を阻止するための高金利政策が国内投資を圧迫するというジレマに悩んでいた。そこで政府が主導して資本の流出を防ぎ投資機会を創出することで国民経済の充実を図ることをケインズは考えていた。もともとケインズは景気対策として 中央銀行の介入による利子率のコントロール、金融政策に期待していたが、後の一般理論においては、企業の期待利潤率の変動や流動性先行などの制約金融政策が、走行しない可能性を認め、雇用量を制約する生産量の引上げの方策として、公共投資、財政政策の有効性を強く主張するようになった。また、ケインズの提案は、 失業手当の大対策としての性格を持っていた。当時の失業率は10%を超える状況にあった。また過剰生産力の問題を伴わない投資として、住宅投資などが想定されていた。現実においては、完全雇用を達成するに至るほどの規模の投資が、軍事支出によってしか、政治的に許容されないと、軍事ケインズ主義、ケインズ本人は考えていたと、浅野栄一は主張している。 ケインズは当初は軍縮を主張していたがドイツとの戦闘により第二次世界大戦が始まると軍拡論者に転向しあらゆる努力を戦争に向けさせることを主張した。アメリカのニューディール政策は1929年から始まる世界恐慌でピーク時で25%に達する失業率と1000万人を超える失業者が発生する中で 古典派経済学的な不況が自然に回復するという考え方で、フーバー政権による均衡財政の維持、効率関税による保護貿易政策によって深刻化した強行に対し、公共事業による景気刺激を図ろうとしたものであった。にもかかわらず結果的に第二次世界大戦参戦による軍事支出の膨張により、経済の回復がもたらされ、当初の公共事業による 景気刺激策の効果について疑問を持つ研究者も存在する。なお、軍事費の膨張は、ケインズの考えとは無関係な政治家と軍人の政策によるものだった。また、ケインズの政策を先取りして行われたとされる高橋惚歴予想賞、日本やドイツの社派と財務省によって行われた有効需要喪失による景気刺激を目指した経済政策の成功が、 その帰結として、軍事支出の拡大と軍部の強大化につながったとする主張もある。軍事費の貯蔵が経済再建及び社会投資目的の本来のリフレーション政策の代役をやったことは、後日の大戦突入という日本の悲劇の発足点ともなった。というのはこのことが軍部をして、巨額の軍事費交際の発行がインフレ的物価投機とならず、 むしろリフレーション効果を無限に発しうるがごとく、錯覚させ、他実の無軌道な軍事交際発行に走らす重大因子となったからであると高橋亀吉は語っている。もともと総需要管理政策は、不況時には財政支出の増大、減税、金融緩和などにより有効需要を増やすことにより、生産と雇用は拡大するというもので、反面、インフレーションの加速した際には、 政府支出の削減、増税、金融引き締めによる有効需要の削減を推奨するものであった。しかし現実には民主主義的な政治家庭の中で公共事業自体は限定的な支出であるため長期雇用に結びつきにくく公共になった場合にも景気の加熱化を抑えるために引き締めを行うことは政治的に不人気な政策となるため先進資本主義国において 税収が増えずに、長期的に政府の財政赤字が、累積的に増大するという問題が発生した。また公共投資がそれを発注する権限を持つ、官僚とそれを受注する、私、企業との間の癒着をもたらし、利権が固定化され、支出の効果が限定されるなど問題視されるようになった。これらの想定の背景として、 知識階級としての少数の賢人が合理性に基づいて政策判断を下せるというハーベイロードの前提がケインズの思想に生きていたと指摘される。現代の民主制のもとでは政府は権力の保持、脱回のために集団的圧力に屈服しやすいものなのだがケインズはむしろ経済政策を立案する一部の聡明な人々は 選挙民や一部集団からの組織的圧力と衝突してでも必ずや公共の利益のために行動しようとするはずだという歴史的事実に反する前提を無意識のうちに置いていたとジェームズ・エム・ブキャナン語っている。ケインズは企業者と労働者とからなる活動階級と資金の供給側である投資者、債権者からなる非活動階級の二階級感を持っていた。 インフレーションは、金利生活者に損失を、デフレーションは、失業によって労働者に損失をもたらすものと見ていた。貨幣改革論が、ことに、ストックの価値を高めるデフレーションは、活動階級の犠牲のもとに、貨幣愛にとらわれた、非活動階級に利得を得させるものと捉え、これを緩やかなインフレーションよりも、問題の多いものと見ていた。 また非活動階級に対しては当時投資の流動化によって企業が当期の渦巻きの中の放末と化していたことを問題とし、また当時のような極端な富の不平等を不確実性及び無知に常時て獲得差対利益によるものとして排斥した上、本人の活動によらない富に対する課税として相続税の極端な強化を主張しており、 総じて、金利生活者の安楽死という表現に象徴されるように、非活動階級から活動階級への経済上の支配権の交代を求めていた。ケインズは、その自由法人からの脱却において、チャールズ・ダーウィンの進化論の影響を受けた古典派のレッセフェール、自由法人の思想を退りけたことで知られている。適者生存の思想を最も高いところにある木の、 枝から葉をむしることだけを生存の目的のすべてとみて、最も首の長いキリンだけを生存させることをベストとするものだとして批判した。また合理的な個人を仮定して見えざる手にすべてを委ねることが公共の福祉を高めるとする古典的な自由主義に対しても社会自由主義の側から疑問を呈していた。ケインズが展開した経済学は後にアメリカで サミュエルソンらにより、古典派経済学のミクロ理論と総合、新古典派総合され、戦後の自由主義経済圏の経済政策の基盤となりジョン会計値で政権下での1960年代の黄金の時代を実現した。しかし、その後のオイルショックに橋を発する、スタグフレーション、インフレと景気交代の同時進行、それに続く1970年代の高インフレ、 発生などの諸問題の一員としての責任を問われることとった。とりわけ、原油などの原材料価格の急激な高騰により、発生した供給側のコスト増大に対して、有効な解決策を提示、実現することができないものとして、ハンケインズ経済学からの批判を浴びることになる。この批判の中で、ミルトン・フリードマンが唱えたマネタリズム、 新自由主義や供給側の改善を主張するサプライサイド経済学、合理的期待形成学派などの諸学派が台頭し、ケインズは死んだとまで言われた。ハン・ケインズの立場からは、軍事誹謗長による巨額の双子の赤字を残した例画のミックスやマネタリストの功績が説かれた。だが、格差社会の到来や一部の富裕層による富の独占で、 フリードマンらの新自由主義の致命的な欠陥が明らかになった。ポール・クルーグマンやトマ・ピケティがもてはやされるのは、これらの時代状況が背景にある。戦後のアメリカにおけるサミューエルソンらの新古典派総合、オールド・ケインジアンは古典派のミクロ理論を基調として、これにケインズのマクロ理論を接置することを企てたものであったが、後にその理論的な不整合が明らかとなると、 ルーカスらのニュークラシカル、新しい古典派からの批判を招き、これがマンキューラーのニューケインジアンの登場を促すことになった。また、オールドケインジアンやニューケインジアンら、アメリカに定着したケインズ経済学を批判して、ポストケインジアンを名乗る強力な批判者群がいる。詳細は、ポストケインジアンのページを参照。他方では、ヨーロッパを中心として、ケインズの 一般理論を直接に継承したイギリス・ケンブリッジのジョーン・ロビンソンらの流れを組むポスト・ケインジアンも、暴流として存在している。ラボアは、ポスト・ケインジアンは、正当・ケインズ派、カレツキー派、スラッフ派派の3つの潮流があるとしている。アメリカにも、ヤマドのポスト・ケインジアンがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。